ちらのプロセッサー Core i3-2310M CPU 2.1GHz を Core i5 のI5-2020M プロセッサー 2.5GHz に変えたいと思います。ではそれでは一旦変更するので、シャットダウンをします。で今回は、これ Core i5 に変えるために、一応このグリップシリコングリップを購入して、で新しくつけたいと思います。じゃあ電源を抜いて、バッテリーを外します。ちょっと来たぞ。来てる。チョコかこれ。バレンタインデーだ。次は、こちらのですね、はい、外した。こちらのファンを外します。超 NMFA お久しぶり。次に、
外しました。で、こちらがこう。外れました。こちらグリスが刺さっています。こちらがコア E3。で、こちらの Core i3 を、この Core i5 ちゃんとシール付きです。で、この時にソケットのですね、このネジをこれを回します。左方向に回すとロック解除、外すことができます。コア3外れました。で、次はこちらのコア5へ変えます。こちらグリスがついているのでティッシュか何かで拭き取ります。こちら、はい、今回使うコア5です。これも同じくここにこの台というところに、このグリップシリコングリス、これを塗ります。で、まずこちらの三角ちょっと見えづらいですけど三角が書いてありますね。で、こちらの三角とこちらに三角が書いてあります。はい、で、こちらを合わせます。で、こちらの三角が合わないと入らない構造になっているので多分間違いないとは思います。はい、入りました。そしてまたここのにロックを右に回してロックをかけます。グリスの量ですが、そこまでグリスの量は必要ありません。これぐらいで十分だと思います。まあ、目分量でいいと思います。
そこまで多すぎると熱が放出されないでちょっと効率が悪いようになってしまうので少なめでいいです。でこちら Core i3 は、戻します。はい、それではこちら放熱板、分解してんの？ちょっと。すごいな。大久保？はい。熱ない？ないです。さっきあの朝からこれ測ったら36度5分って。はい。朝上がりました。上がってるような感じない？もう全然ないです。ない？はい、大丈夫？これボンドか、この面のグリスか、うん、ちっちゃい注射器が尋常じゃなくて汚ねえな。見て。髪の毛もさ、あの病気してあんまり食わなくて栄養がいってないのか細くなってんじゃない毛が。不思議なの。お、ローション出てきてる。
子を、はい、こちらで CPU の交換は終了しました。一応 Windows 8、まあデベロッパープレビューですが、こちら入れてあります。こちらですね。CPU の交換は簡単ですが、これを吸うことによって CPU がですね、それ効果性。はい、これで、保証が効かなくなるということがありますね。でそこのところだけは、自己責任の上で見てください。こちらの Core i5 はですね、Amazon さんで購入しました、はい、では早速コントロールパネルで BIOS で見ればよかったんですけれども、一応エクスペリエンスインデックスも一緒に見たいと思いましたので、コントロールパネルで見ることにします。はい、6.9 だったプロセッサーですが、こちらが 7.1 で、サブスコアが 5.9 になりました。これでですね、ターボブーストテクノロジー、これを起動します。これモニターですね。ターボブーストテクノロジーが効いているときに動くモニターですね。はい。はい、このように、ちゃんと正常に
ターボブーストが効くようになっています。はい、ここまで、少しでしたがいかがでしたでしょうか。これで説明、そして CPU の交換方法を終わりたいと思います。ありがとうございました。